フランスの詩人、小説家、追筆家、翻訳家。代表作に子供の繊細な感性を描いた短編集、幼心、冬のアマチュアが書いた架空の全集という設定で短編小説、詩、日記によって構成される A オーバルナブース全集がある。翻訳家としては、とりわけ、米国で発禁処分を受け、パリで出版されたジェームズ・ジョイスの ユリシーズのフランス語訳、漢訳で知られる。フランス語、英語のほか、イタリア語、スペイン語でも執筆した文学的コスモポリティスムの先駆者である。バレリー・ラルボーは1881年8月29日、フランス中部にある有数の温泉法要チビシーで、ニコラ・ラルボーとイザベル・ビュローで絶望の一人息子として生まれた。父・ニコラは薬学を治め、 病院に勤務した後、ビシーのサンティオールで、ミネラルウォーターの光線を開発、経営し、膨大な富を築いた。ダルボーが8歳の時、父が59歳で死去し、母イザベルに育てられたが、父の遺産により、学業に専念することができただけでなく、母と共に、欧州各国を旅行し、さらに後にこの遺産を相続したため、労働によって、生計を立てる必要もなかった。 地元の小学校に通っていた頃に単独したのは、ジュール・ベルヌの冒険小説とピエール・ロティの秋の日本であった。中東教育からはパリ、またはパリ近郊の学校に通った。フォントネ・オーローズのコレージュ・サント・バルブ・イコール・デイ・コール・シャンは、パリ最古の中東教育機関コレージュ。 サントバルブを本校とするカトリック系の私立学校で、ポール・デ・シャネルをはじめとする多くの文化人を輩出した名門校であり、1911年発表のラルボーの小説、フェルミナ・マルケスの舞台となった。ついで、パリのリセ・アンリー・コール・カトルに入学したが、ムーランに越したために、同地のリセ・テオ・ドールドバンに転校し、最後にリセル・イコール・ル・イコール・グランを卒業。1901年に、 バカロレアに合格して、ソルボンヌ大学に入学し、1907年に学士号を取得した。在学中もフランス各地や欧州各国を旅行した。また、ソルボンヌ大学では、英語とドイツ語を専攻したが、旅行をしながらイタリア語とスペイン語も習得した。さらに、在学中から試作を始め、1896年、リセテオドールドバン在席中に、 最初の陰文詩集、中楼を、自費出版し、1903年には後に、英王バルナブース全集に収められることになる、哀れなシャツ屋を完成した。同じ頃、ウォルター・サベージ・ランダーや、サミュエル・テイラー・コール・リッチなど、英国詩人の作品をフランス語に翻訳し、発表し始めた。ラルボーによるコール・リッチの、楼水不行のフランス語訳が出版されたのは、ラルボーが、 まだ学生の頃であった。この後、彼は特に小説家、サミュエル・バトラーや米国詩人、ウォルター・ホイットマン、ジェームズ・ジョイスの翻訳家として知られることになる。ダルボーがジョイスと知り合ったのは、1920年、シルビア・ビーチが経営する、シェイクスピア・カンパニー書店でのことであったが、ジョイスのユリシーズが、翌1921年に、米国で、発禁処分を受けたときに、 これを刊行したのが、シェイクスピアカンパニー書店であり、これを機に、ユリシーズのフランス語訳が開始され、1929年に、ラルボーの漢訳により刊行された。1905年頃に、アンドレジットと知り合い、書簡を交わすようになった。さらに、友人マルセルレイを介して、同郷の作家シャルル・ルイ・フィリップと知り合い、交友が広がると同時に、才能が認められるようになった。 1908年に発表した、浮遊なアマチュアが書いた歌は、コンクール賞候補作になり、オクターブ・ミルボーの賛成票を得るほどであったが、さらに1911年に発表した、フェルミナ・マルケスも、コンクール賞候補作になり、複数の賛成票を得た。フェルミナ・マルケスは、ジットラが1909年に創刊した、新フランス評論誌に4回にわたって連載された作品であり、 ラルボー・はジットが寄稿していたもう一つの重要な雑誌、ラ・ファランジュにも短編、包丁を掲載した。後に幼心に収められる短編の中でも最も衝撃的とされる作品である。シャルル・ルイ・フィリップは1909年に35歳で創生した。彼の葬儀でラルボーは詩人レオン・ポール・ファルグと知り合った。ラルボーはファルグ、 ポール・バレリーと共に1924年に文学雑誌、コメルスを創刊した。主刊は、オデオン通りで、バレリー、ジョイスら全英作家が集まる書店を経営し、シルビア・ビーチの書店設立にも協力したアドリエンヌ・モニエであり、ラルボーが簡約したユリシーズのフランス語訳も、コメルス誌に掲載された後、モニエの書店から刊行された。この翻訳にはファルグも参加している。 コメルス氏は、機関紙であり、1932年まで刊行された。主な寄稿者は、アンドレ・ジット、ポール・クローデル、フランシス・ジャム、アンドレ・シュアレス、ジャン・ポー,ーラン、ジャン・ジオの、アン・リ・ミショー、マルセル・ジュアンドーラであったが、アンドレ・ブルトン、ルイ・アラゴンらによって、同じ1924年に、シュルレアリスム革命史が創刊されたこともあって、同志に寄稿していたブルトン、アラゴンのほか、 アントナン・アルト、ロベールデスのスラのシュルレアリストも国際的な活動の場としてコメルス市に寄港した。さらに国際性という観点からは英語圏の文学のフランス語訳を掲載するだけでなくフランスで活躍していた他国出身の作家が仲介訳となって特にイタリア語圏、ドイツ語圏の文学が積極的に紹介された。イタリア語圏はラルボーと共に ジュゼッペ・ウンガレッティが担当、ドイツ語圏は、ベルンハルト・グレトゥイゼンがライナー・マリア・リルケ、フーゴ・フォン・ホーフマン・スタールらを紹介した。もともと病弱であったラルボーは、1934年に体調を崩して治療を受け始めたが、翌1935年に脳一血で倒れて、失語症に陥り、事実上、執筆活動ができなくなった。やがて半身不遂になり、 以後22年にわたって回復することなく車椅子の生活を余儀なくされ、1957年2月2日にビシーで75年の生涯を閉じた。同年、ラルボーの主な作品を収めたプレイヤード総書が刊行された。1967年にバレリー・ラルボー国際友の会及び同会によるバレリー・ラルボー賞が創設された。バレリー・ラルボーが好みそうな作品、または ラルボーの精神、美意識、思想に近い作品を表した作家に与えられる賞であり、これまでにクロードロは、ジャンマリギュスターブル・クレジオ、オリビエ・ジェルマントマ、ジルル・ロワラが受賞している。ラルボーはジョイスの翻訳家であったばかりでなく、小説の手法についてもジョイスから多くを学んでいる。特に内的独白による意識の流れの手法であり、 すでに1913年に発表された A オーバルナブース全集の日記において内的独白に近い内面の描写が認められるが、1920年代の作品では、ラルボー独自の内的独白の作品が次々と描かれた。日本でラルボーの作品を最初に翻訳、紹介したのは堀口大学であった。その後、伊吹武彦や新城義明の翻訳が刊行されたが、 最も多くの作品を訳しているのは岩崎力であり、特に10編の短編を収めた2005年刊行の幼心は、現在でもラルボーの代表作として広く知られている。主人公は少年、少女だが、児童文学作品ではなく、むしろ大人に対して批判的、挑戦的で、かといって直接反抗するのではなく、独自の繊細な感性を持った子供たちである。し 小説、随筆書簡、日記全集。ありがとうございます。